ウグルは日本海軍の解剖艦。ウグルは日本海軍が日本航艦鶴見造船所で建造した解剖艦でウグル型解剖艦の一番艦。艦名は高知県のウグル島にちなむ。1944年7月末に竣工し、ご防備船隊に編入された。10月16日、第1海上護衛隊に編入され、飛船団の護衛任務に従事した。 11月15日、海上護衛装司令部機関に新編された第101戦隊に所属する。1945年1月12日、ウグルは、普通に三弱沖合で、米軍機動部隊艦上機の攻撃を受けて、損傷、第101戦隊司令部も全滅した。内地帰島後、2月より、文字朝鮮半島方面で、護衛任務に従事する。太平洋戦争を生き延び、 戦後は、総会に従事した後、最終的に、海上保安庁の巡視船札間となった。1965年に退役した。マル計画の解剖観光型、第3 1 5号館型の23番艦仮称艦名第332号艦として計画。1942年2月14日、解剖観音ツ型の基本計画の決定により、 第322号艦型に計画変更。1943年7月5日、解剖艦改めおつ型の設計が完了したため、第310号艦型と第320号艦型の幹交換のうち本艦を含む8隻は基本計画番号 E20 ビットに従って建造されることになった。また、幹交換8隻のうち日立造船に建造が、 割り当てられていた三隻は、傭兵側から要望のあった、総会具を装備した通称、日ぶり型として建造されることになる。1943年10月9日、日本交換株式会社鶴水を選書で寄港。1944年1月25日、ウクルと命名され、占い守る型解剖艦の18番艦に定められ、本席を佐世保陳フと仮定。 5月15日、浸水。6月5日、官邸類別等級の改正で、解剖艦の甲中に、ウグル型が新設され、同級の一番艦に定められる。7月31日、春航し、本席を、佐世保鎮守府に、駅務を、佐世保鎮守府警備解剖艦にそれぞれ定められる。同日付で、ご防備船体に編入される。8月1日、日本海軍は、 九州再起に司令部を置く特設対戦訓練隊を編成した。旅行第68潜水艦と、路号第500潜水艦が心臓解剖艦の訓練に協力する。だがウグルは受領後に発生した、機関故障のため、9月19日まで横須賀に在泊し、修理と整備を行う。同19日午後4時、横須賀を出港し、内海西部へ向かう。9月23日に、 佐柄到着、翌24日より、対戦訓練を行った。対戦訓練隊の旅行第500潜水艦を相手に、基礎術力練成教育にあたる。10月13日、ウグルは、佐柄を出発して15日佐世保港に到着した。10月16日、ウグルはご防備戦隊より除かれ、第1海上護衛隊に編入された。 北九州開港後の10月26日、旧カテカンマミヤ等を含む日79戦団を、護衛し、文字を出撃する。第5護衛戦団司令官吉富節三少将が、指揮する、日79戦団の護衛部隊は、練習巡洋艦化し、解剖艦、平島型不設艇、第21号総改艇であった。10月29日夜、メル、 ボル・ムマルは、非79戦団から分離して、台湾キールに向かった。10月30日から31日、台湾高尾滞在中に非79戦団より3隻が分離し、3隻が加入した。護衛艦,艦艇で高尾を出撃する。11月8日、深夜、非79戦団はシンガポールに到着した。シンガポール停泊中の11月15日、 日本海軍は第101戦隊を新編した。第101戦隊は海上護衛装司令部部隊に編入された。新編時の第101戦隊は練習巡洋艦化し解剖艦6席という戦力であった。なお、第101戦隊新編時点で渋谷少将は内地におり、引き続き吉富少将が舎士より戦団部隊を指揮した。 11月17日、遊国、非八十戦団部隊はシンガポールを出発した。非八十戦団は、カシー以下9隻に護衛されていた。20日、非八十戦団部隊より、第17号解剖艦が分離し、サンジョックに向かった。28日、非八十戦団部隊より3隻が分離し、魔コ経由で、台湾高雄に向かった。12月2日創業、 非80戦断部隊は北九州六連島に到着した。12月3日、非80戦断部隊は北九州港に到着して任務を完了した。ウクルや護衛艦は佐世保港に移動して修理や整備を行う。12月10日、第1海上護衛隊は解体され、新たに第1護衛艦隊が新編された。第101戦隊も 同艦隊に編入された。12月19日、第101戦隊は、増援艦艇,艇と共に、陸軍特殊先進集団等を含む日85、戦団を護衛して6連を出撃した。日85戦団部隊は23日夜に、高尾港外に到着したが、米軍機動部隊来襲の可能性がありお上に、退避した。12月25日午後、台湾高尾港に入港した。 ここで、陸軍特殊船4隻の護衛を、第31戦隊の解剖艦、三宅屋の御島が引き継ぎ、陸軍特殊船は、ルソン島文献船団、タマ38船団となって、フィリピンのルソン島に向かった。代わりに、タンカーや貨物船が非85船団に加入し、大規模船団となった。27日、非8 5号船団部隊は、高尾を出港した。 28日、戦艦部隊より津島と三角北丸が分離、先行して海南島へ向かう。29日、戦艦部隊に総海底101号が合流した。1945年1月1日未明、海南島二れ林で PB4Y 小海爆撃機の空襲を受けた両艦津島は資金弾で浸水被害を受ける。津島は、 応急修理のためかシートをと分離し、同地に残った。1月4日、非85戦団部隊は、ベトナムのサンジャック白地に到着した。サンジャック停泊中に、戦団の編成外が行われ、第101戦隊は内地へ戻るタンカーや、貨物船を護衛することになった。1月9日、第101戦隊は非86戦団を護衛して、サンジャック白地を出発した。 同時期、ハルゼー大将が率いるアメリカ海軍機動部隊は、冷凍機海戦で取り逃がした航空戦艦2隻を仕留めるため、バシー海峡を突破して南シナ海に侵入する。ハルゼー督は、日本艦隊は、フツインカムラン湾にいると推定していた。ところが、航空戦艦2隻を含む第二遊撃部隊は、空襲を懸念してシンガポール方面リンガ白地に交代していた。 そこで、春税提督は、普通院方面で行動中の日本軍輸送船団に、目標を変更する。1月12日朝より、アメリカ海軍機動部隊は非86船団部隊に、対する攻撃を開始した。加入船舶は全滅し、護衛部隊も3隻が沈没、3隻が昇破した。カシーでは、渋谷司令官を含め乗組員の大部分が戦死、ウグルは、 カシー生存者7名を救助した。13日から14日にかけて、残存3隻は、海南島、ニレハヤシに到着した。この頃、第38任務部隊が、香港や高雄に分散していた日87戦団を攻撃していた。16日、空母エセックスより攻撃隊、約30機が、海南島、ニレハヤシに飛来する。空襲で大東が昇破したが、 津島を含めた各艦の対空射撃により、海洋ユーコルセアを一機撃墜した。20日まで、ウグルは海南海軍工作部で応急修理を行った。21日午前3時、ユタ15戦団部隊は、ニレバヤ市を出発する。師匠さんとチンタを経由して2月7日に、大東湾儀。26日昼、ユタ15戦団部隊は、南日島に立ち寄り。 キびツまると合流した。翌27日朝、出港。2月10日、ユタ15戦乱部隊は、北九州文字に到着して解散した。ウグルは、佐世保へ移動し、13日から、佐世保海軍交渉で修理を行う。20日、出居した。佐世保入居中の2月12日から26日まで、第801海軍航空隊作戦指揮下に編入。 3月10日、もし01戦団を護衛して、上海に向け文字発。24日に文字帰着。25日、第101戦隊は戦時編成から除かれ、ウグルは第1護衛艦隊に編入される。4月25日、第22解剖隊に編入、体内区分台に小隊に配される。終戦時は日本海で行動中。八月十五日、 佐世保鎮守府第一予備解剖官に定められる。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍された。1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、佐世保地方福音局所管の総会官に定められる。1946年7月10日、総会官席のまま総会母官と呼称され、定員を除かれる。 1947年6月26日、佐世保地方福音局所管の特別輸送管に改められる。同日付で特別保管管に指定され、佐世保特別保管管艇第二保管群に配される。12月2日、特別輸送管の定めを解かれた。中央気象大定点観測船。 ウグルマル巡視船薩間 PL-1041947 年12月26日、運輸省へ移管され、中央気象台の定点観測船となりウグルマルと命名。この任務に3隻が投入された。ウグルマルは、三陸東方沖の北方定点で1948年から1953年にかけて26航海を、 四国南方沖の南方定点で1949年から1953年にかけて15公開を行い定点観測に従事した。1954年1月1日、海上保安庁に編入され巡視船薩摩となる。薩摩は四国南方沖の南方定点で1955年に1公開を行い定点観測に従事した。 1957年4月21日、鹿児島沖にて第1次南極観測を、お駅国途中の僧野を出迎えた。その様子が、記録映画、日本南極地域観測隊の記録南極大陸に描かれている。1961年5月1日、九州沖で第5次南極観測をお駅国途中の僧野を、出迎えた。 その際南極の氷が入った木箱を二つ受け取った。薩摩は1965年11月24日、海上保安庁を解約された。の松義尾少佐、百四十四年五月十日から百四十四年六月十七日、桑原忠夫退九百四十四年六月十七日から百四十四年七月十一日、 桑原忠夫大尉、少佐、解剖官長1944年7月31日から1945年2月10日、島田松次少佐、第二副委員九1945年2月10日、館長百四十五年十二月二十日、大塚米地第二副官員九百四十五年十二月二十日から百四十六年三月十日、滋賀木郁第二副員 第2福音事務官、1946年3月10日から1946年4月25日マカクイクを、第2福音事務官、福音事務官、1946年5月2日から1946年7月10日、牧野博士福音事務官、1947年3月5日から1947年6月26日、藤井信幸福音事務官、 1947年6月26日から1947年8月30日、本田ダユ福音事務官、1947年8月30日から1947年12月2日、ありがとうございます。